日本鳥取県境港市境町境水道に停泊する漁船境町は鳥取県境港市の町名。郵便番号684-0006。弓浜半島の北端部に位置し、北は境水道に面する。東は末広町、南東は本町、南は松ヶ江町、西は大正町に接する。境水道の対岸は、 松江市美穂の関町森山にあたる。江戸期から続く、林港と宮街で、沿岸部には海装店、船戸にや、銀行、船宿がの木を連ねた。明治3年9月3日から明治20年8月23日に、至るまでの境町の町名。明治20年8月23日、境町の小町は一旦廃止され、単に、境町とのみ故障したが、 大正15年5月15日、境町の大技、境町として設定された。表記の方法は、大技の文字は表記せず、境町栄町となる。昭和29年に、境町が、周辺の私村、外江町、城東村、吉村、中浜村と合併して、境港町となった際に、境港町の大技、栄町となる。昭和31年、 市政志向に伴い、堺港市の町名、堺町となる。堺町の海運、行政、商業の中心地として繁栄した。旧家の問屋が多く、資産家で堺の政治、経済界に活躍した人も多い。昭和10年、大火発生軍用船のまさへ丸爆発事件、食料品の部機械器具の部電気器具、燃料の部系多い工事。 土建資材の部水産の部明治初年の個数、人口は1丁目178.771、2丁目29.125、3丁目46.202、4丁目69.272。世帯数、人口は昭和30年179.708、昭和55年130.363。栄町には鉄道駅は設置されていない。西に隣接する。 大正町の境港駅が最寄り駅になる。ありがとうございます。